はい、どうも、ヒアリです。どうも、カイです。今日なんですけども、はい、毎年ね、12月になると、エアージョーダン11がね、はい、発売されてるんですけども、ね、今年は、グラチチュードということなんですけども、はい、なんとですね、ここに来て、はい、スニーカーズの方で、なんか特別なイベントがあるんじゃないかという話が出てきてるんですよね。しかもですね、まあ、クイズとかね、そういうの参加すると、特別なアイテムも付属するんじゃないかみたいな話が出てきてるので、今日ちょっとそのあたりをね、はい、やっていきたいなと。まあ、日本にも来てほしいなっていう話なんですけど。今回の話なんでね。はい。バリグ情報がいくつかあるんですかね。そうですね。今後発売予定の気になるエアジョーダン4の続報であったりとか、はい、来年発売予定のエアジョーダン1汎用のリバースパンダの情報であったりとか、うん、あとアイクスとエアフォースワンローのシンプルなコラボがね。これね、あんまかっこいい、ね。ああ、そうなんですよね、うん。2足発売するんですけど、それが気になるのと、あと、鬼塚タイガーのスニーカーの話と、あと、友坂理恵さんの話だよ。友坂理恵さん、え、金田一違うんですけど、ちゃんとスニーカーに絡めた話。ああ、そうなんですね。はい。はい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のが済んでいない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムもやっていますので、概要欄の方にリンクとかありますので、気になった方フォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、じゃあ早速なんですけども、はい、はい、あのスニーカーズの方に、はい、ナイキ HCG の、トーレミッド、はい、こちらの方の、情報が出てきて、出てきてるんです。12月の6日に発売予定というんですか。はい、これ以前にも紹介させてもらった、うん、1995年に出た HCG のトーレの復刻なんですよね。あ、はい、で、カラーの方が今出てきているのはブラウンのカラーで、一部ネイビーのカラーが使われているのと、はい、あと、まあ、ベージュの、まあ、濃いめのベージュになるんですけど、スウェードの素材で使われているもので、一部差し色でピンク色のカラーが ACG の、ね、デザインの部分に使われているものが出てきてまして、うん、ACG のカラーがピンク色になっているモデル、実は気になるんですよね。あ、そうなんですか、ね。はい、で値段の方が出てきてるんですけど、だいたい 19,800 円ぐらいなんですよね、これね。結構するな、ね。いや、結構するなと思ったのと、うん、あとね、12月結構リリース多いんですよ。いや、そうなんですよね。結局ね、はい、リリースが多いと、なんか買えなかったら、もう次これ発売されちゃうから、はい、そっちの方に目線いっちゃって、そうなんです、ね。買わずに放置しちゃうことがありますよね。はい、この後紹介する、エアジョーダン11のグラティチュードであったりとか、うん、あと、サカイとナイキのコラボのマグマスケープも、12月の上旬に発売するんで、うん、欲しいなと思うスニーカーの間にこれリリース来てしまったんで、うん、ちょっとなっていう感じなんですよね。まあ、値段の方もあれですね、秋冬っていうこともあって、はい、ちょっと登山系に近いような ね、 そうなんですね、スニーカーとかも多くなってきてますよね。はい、でまさにそんな感じの、まあ、配色といいますか。そうなんですね。はい、でまあ、これ95年の復刻になってて、で、まあ、最近僕、まあ、90年代にしてた格好またね、古着で買って最近着てたりはするんで、うん、まあ、足元ちょっと合わせたいなと思ってた中、まあ、結構な値段だなっていうのと、あとまあ12月の上旬にね、発売来てたんで、紹介されてもらったんですけど、実はこれ、この2足以外に、他にもプラスね、2足ね、発売されるということで出てきてるんですよ、ね。あ、そうなんですね。はい。で、その中の新しい新色になるんですけど、まだ発売の情報は出てきてないんですけど、このオリーブのカラーとグレーのカラーが使われているモデルがちょっと気になるなと思ったって話なんです。ああ、これもかっこいいですね。そうなんですよね。はい、まあ、12月の上旬に発売される、カラーに関しては一ついいなと思うものがあるんですけど、うん、それ以外にも今後こういったようにカラーが、ね、控えているということで出てきてまして、うん、そうなんです。まあ、何も買えなかった時に考えようかなと思ってるのと、うん、全くね、売れ残ってる状態だったら今後セールにかかることも可能性はあるんで、うん、まあ、そういうのをちょっと見据えて考えようかなと思ってるんですけど、どうでしょうね、人気のほどはね。そうなんですよね。はあ、ちなみにね、A&S さんの方からも発売の情報が今出てきました。あ、そうなん、メールで確か出てきてると思うんですけど、うん、はい。続いてなんですけども、パワーパフガールズとナイキ SB ダンクローのコラボですね。これは12月の14日発売予定ということで、これも12月だったんですよね。そうなんですよね。12月の14日にスケートボードショップの方で発売されて、うん、翌日の12月の15日にこれスニーカーズの方で3色発売されるっていう状況でやらせてもらってたんですけど、はい、まあ、キービジュアルといいますか、新たに、写真が出てきてたんで、ちょっと小ネタ的な感じで紹介されてもらったって話なんですけど、はいはい、まあ、これに関してはブルーのカラーが欲しいからっていうのを以前言ってたと思うんですけど、うん、はい、12月の14日と12月の15日の2日間にわたって、まあ、スニーカーズであったりとかスケートボードショップの発売のね、情報が出てくるっていう出てきてるんですけど、うん、まだ US のスニーカーズとか見ていると、商品のアップはなかったですね。はい、はい、まあこれね、3色出てるんですけども、カラー以外にも、まあ、それぞれで、はい、素材の方も違ってるんですよね。はい、スエードであったりとか、うん、サテンであったりとか、
で一部シューターの表側と裏側のデザインであったりとか、うん、インソールのデザインもそれぞれ変わってるんですよね。そうなんですよね。でかかとの部分の、象徴的な目のデザインも向いてる方向が違うんですよね。そうなんですよね、はい。まあ、これについてはね、国内のスケドボショップの方の発売の情報というかさっき出てくると思うんで、まあ、ブルーのカラー、まあ、他のカラーで言うと、まあ、ピンクもちょっと気になりますけど、抽選参加したいなと思ってるんですけど、僕はもともとこれね、3色とも結構ね、ビビッドなカラーじゃないですか。はい、だから、服合わせるのむずいよなって思ってたんですけど、はい、今回出てる写真見ると、はい、ブラックのパンツに、はい、ちょっとまあ、ここのね、アクセントみたいな感じで、スニーカー使ってるっていう感じなんで、はい、そういう履き方もありないなって感じ。まあ、基本的にブラック多いんでね。まあ、僕らはそうですね。あ、そうなんですよね。うん、はい。いう感じですよね。はい。で続いてなんですけども、アリクスとナイキエアフォースワンローのブラックとホワイト両方出てきてるんですか ね、 そうなんですね。こちらの方がですね、発売予定は12月ということなんですね。はい。はい。海外のスニーカー系サイトが12月って言ってたんですけど、ね、別の海外のスニーカー系サイトを見ると2024年中じゃないかって言ってたんで、うん、はい、まあ、もしかしたら来月いきなりね、発売されるかもしれないんですけど、ちなみに見てもらってる写真っていうのは、アリックスのデザイナーであるマッシュが上げてる写真になるんですけど。なるほど。はい、まあ、ちなみに彼っていうのは今ジバンシーのデザインやってるんですよね。ああ、そうなんですね。そうなんですよね。はい、まあ、ほんとシンプルにアリックスって書いてて、はい、まあ、かかとの部分に数字が入ってるのと、うん、まあ、使われてるレザーっていうのはこれタンブルレザーになってて、うん、まあ、いわゆるトリプルホワイトとトリプルブラックなんですよね、これね。そうなんですよね。はい。で、このシューレースの部分ちょっと見てもらうとアクセサリーで、おそらくこれアリックスって書いてると思うんですけど、うん、まあ、こういったシンプルな一足が出てきてて、で僕エアフォースワンローに関してはトリプルホワイトもトリプルブラックも持ってないんで、うん、まあ、ちょっとこれ、まあ、考えようかなってちょっと思ったって話なんですけど。なるほど。まあ、それで言うとね、はい、僕もね、エアフォースはね、ブラック持ってて、たまに履いてるんですけど、はい、もう、あれなんですよ。スッシュ部分が白、ね。あ、そうなんですよね。あ、意外とオールブラックでは持ってないんですよ、ね。そうなんですよね。なんかこういうシンプルで、はい、なんかこれもありやなと。はい、しますよね。かかとにちょっとね、アクセント的にね、ロゴっていうか文字が入ってたりするんですよ。はい、そうなんですよ。はい、うん、まあ、アリックスの象徴的なデザインが入っているこの2足の方が、うん、来月もしくは24年中に発売されるんじゃないかということで出てきてました。はい、はい、で続いてなんですけども、ナイキエアホームポジット1のアンソラサイトですね、はい、こちらの方が12月の12日発売予定ということなんですね。もともとね、来年リリースされるんじゃないかっていう話があったんですけど、うん、なんか来月発売されるということで、うん、この、ホームポジットのこのアンソラサイトっていうのが最初に発売されたのが2007年に発売されて、うん、まあ、復刻に当たるんですけど、はい、まあ、ホームポジットっていうのは、まあ、僕らの足にはすごく、ね、適してない形と言いますか、売れた部分がちょっと硬すぎて、そうなんですよ、ね、横が痛くなっちゃう、はい、なんでまあね、使用頻度がかなり低くはなってしまうんですけど、うん、はい、これ全てブラックにすることによってなんかモードとのブランドのコラボにもちょっと見えちゃうような感じと言いますか。ホームポジット1といえば、モードとのブランドとのコラボもありましたもんね。ギャルソンでやってましたね。そうですね。そうなんですよね。はい、まあ、シュプリームでやったりもしてたんですけど、うん、はい、はい、まあ、これもね、なんかシンプルでかっこいいなという感じです。そうですね。後で紹介するスニーカーにもちょっと似てますけど。ああ、そうなんですよね。はい。で、続いてなんですけども、パターですか？はい。はい。こちらの、オランダのパターと、エアマックスはクロロフィルっていうものがあるんですけど、うん、2009年に発売されたこのクロロフィルの方が復刻という形で今後発売されるんじゃないかっていうところできるんですよね。これね、はい、かっこいいですね。で、これね、2009年に発売されたモデルのそのままの復刻か、もしくはこれね、ブロッキングそのままでカラーを反転させてるんじゃないかっていう話もあるんですよ。あ、僕このままのカラーで出てほしいな。そうなんですよね。はい、まあ、これに関しては実物の投稿がないんで、うん、あくまでもパタとエアマックスさんのコラボで何かまだ出るんじゃないかって話が出てきてまして、はい、海外のスニーカー系サイトに紹介されたんですけど。そうなんですね。はい、はい、で続いてなんですけども、これは昨日のね、金曜日に発売されたんですけども、はい、シチューシーとビルケンストックですね。そうですね。はい、こちらのはそっからやったんですよね。そうなんですよね。そうなんですよね。ちょっとね、これホワイトのモデルがいいなと思ったんで紹介されてもらえないんですけど、はい、ミルケンとこの、スチューシーとのコラボで、うん、これ2回目ですかね。そうですね、はい、前回確かボストンの形で、リリースしたと思うんですけど、うん、まあ、今回出てきているこのね、ホワイトのカラーが気になるんですけど、ちょっと時間遅れて、10時に発売に合わせて見れなかったんですけど、うん、完売しましたね。ああ、やっぱりそうですね。そうなんです。シューシー最近ね、コラボすぐ売り切れますよね。そうっすね。はい。この間で言ったらリーバイスのコラボであったりとか、トラッカージャケットとパンツが出てきてて、うん、全部売り切れてたんですよ。はい、ね。そうなんですよね。うん、
まあ今後ね、ステューシーのコラボとかなんか楽しみなもんいろいろ出てますけどね。はい。続いてなんですけども、ニューバランス96が、まあ、はい、生誕、35周年ということで、はい。だからこういったあのパーティーが行われたんですよね。あ、そうなんですね。はい。WWD で読んだ記事になるんですけど、はい。まあいろんなね、普段、ニューバランスの996を愛用されてる、まあ、芸能人の方であったりとか、うん、インフルエンサーの方であったりとか、はい、集まってたみたいで。なるほど。はい。で、まあ、これちょっと見てもらいたいんですけど、まあ、友坂理恵さんがですね、まあ、ニューバランスの996を履いて、うん、このパーティーにいらっしゃったんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよね。あ、はい、で、まあ、友坂理恵さんといえば、まあ、僕らの時代で言うと、うん、まあ、プーの表紙結構飾ってましたよね。めっちゃ出てたイメージですけどね。なんか、でもその時なんかニューバランス履いてたイメージあるかって言ったら、あんまなかった。あんまないんですよね。はい、ただで利用してるらしくて。まあ、996はね、長いこと買ってない気もしますね。買ってないですよね。90年代後半にね、アウトレットでまあ買ったりとかしてましたけど。そうですね。そうなんですよね。はい。まあ、友坂理恵さんの名前出した時に、はい、オープニングで、金田一って言ってましたよね。あ、まあ、あの、すぐ中身浮かんだの、それが。懐かしいです、ね。やっぱり浮かんじゃいますね。まあ、やっぱりブーの表紙結構飾ってたのがね、うん、まあ、心に残ってるかなっていう感じですかね。そうですね。はい。まあ、プーマであったりとか、ナイキの靴であったりとか、うん、まあ、リーボックのコンピフリーであったりとかね。あ、入りましたね。入ってらっしゃったと思うんですけど。はい。はい、で、続いてなんですけども、アジダスとエディフィスのコラボで、はい、スタンスミスなんですよね、はい、ああ、これフィアレスがちょっといいなっていうことで、うん、紹介されてもらいたいんですけど、僕はあのスタンスミスはね、はい、あのオールヘビ柄のやつ一個持ってますけど、はい、まあ今回ね、集団なんですよね、これね。そう、今回集団だけがヘビ柄、はい、こういうのもね、ありやなって思いますけどね、はい、うん、ホワイトベースで、で、これ集団の部分ね、よく見てもらうと、うん、まあ、スタン・スミスの顔入ってるんですけど、あのこのスネーク柄のプリントでちょっと分かりにくくなってるんですよね確かに。そうなんですよ、これね、実はもう発売されてて、はい、で、一応予約という形で来年の1月にね、これ発送されるらしいんですけど、あ、そうなんですね、今もね、全然ね、これエディフィスで買える状態でしたね。あ、そうなんですね。そうなんですよね。はい。スタンスミスね、ないこと買ってないっすね。そうなんですよ。まあ、はい、そう言われるともう買ってないような気がしますね。はい、あの、買っても下ろしてない方がそんな感じですよね。そうですね。はい。あ、うん、まあ、そういったのはこのね、ヘビ柄が一部、集団の部分に使われている、うん、エディフィスのコラボのアジアスのスタンスミスの DVD なんで、うん、ご紹介させてもらったんですけど。はい。はい、で、続いてなんですよ。ちょっとね、気になってるスニーカーで、はい、今ちょっと買おうかな、どうしようかなと思ってたやつ、ね。言ってましたよね。まあ、この間雑誌で見てね、はい、気になったんですけども、鬼塚タイガーの、はい、デンティグレ LS ですね、はい。はい。実はね、これ知らなかったですよね。ああ、そうなんですか、はい。僕ね、なんか、いつやったかな、なんか雑誌かなんかで見てて、ちょっと気にはなってたんですけども、はい。まあ、ちょっとね、サイドの部分がね、ちょっと、はい、まあ、アウトソールの部分が、はい、まあ、ちょっと、ごっつい感じ、ね。ごっついっすよね。でもなんか聞いてると、なんか軽いっていう話も聞きますから、ね。さっき調べたら、うん、これ見た目がね、重そうに見えるんですけど、うん、結構軽量やっていうふうには書いてましたね。ああ、そうなんですか。はい、値段の方がね、まあ2万円ぐらいなんですよね、これね。うんうんうん、はい。で、ブラックのカラーであったりとか、まあ、ホワイトのカラーであったりとかあるんですけど、まあ、このオールブラックのカラーかっこいいですね、これね。そう、あのオールブラックだとね、はい、このアシックスのね、ああ、なるほどね、サイドの部分の、はい、サイドのラインみたいなのあんま目立たないから、わかりにくいかなっていう感じです、ね。まあまあ、いい感じに収まってるのかなって気がしますよね。はい、まあ、この鬼塚タイガーのこの靴なんですけど、うん、パッて見た時に思ったのが、うん、この間発売された、うん、カクタスプランドフリーマーケットとナイキのコラボのフリー2でしたっけ、あれ、売ってますよね。アウトソールがごっついやつね。そうなんですね。はい。まあ、あれ、日本では発売されないんですかね。なかったですね。発売されなかったんですけど。はい。はい、続いてなんですけども、はい、エアージョーダン1廃用時のブラックホワイト、まあ、パンダ、リバースパンダですね。そうですね。はい。こちらの方はですね、来年の2月になるんですけど、うん、2月の24日発売予定ということなんですよね。はい、以前紹介させてもらった持ってらっしゃる方の投稿で、うん、まあ、いろんな角度が撮ってる写真であったりとか、うん、ステッドパンスに合わせて、まあ、着画を投稿してる写真があったんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、うん、はい、これシューレースの、まあ、これブラックのカラーが使われてるんですけど、うん、多分ホワイトのカラーが付いてるんじゃないかなと思うんですけど、そういった投稿は出てないんですよね。まあでも僕これはブラックで、あ、僕もねブラックの方がいいかなと思ってるんですけど、まあ既存で出てると言いますか、まあ僕が持ってるエアジョーダン1ハイオージーの85シリーズの、うん、まあ、パンダのカラーの、まあ一応リバースパンダって名前ついてるんですけど、ブロッキングがちょっと違うんですよね、これね。まあ、あのブロッキングと何が近いですかね。はい、まあ、ブロッキングで言うとブレッドであったりとかシャドウであったりとか、うん、そうですね、まあ、この間リーマジノで発売された、まあロイヤルの、まあ、ブロッキングになるんですけど、そうですね、はい、ホワイトのカラーとブラックのカラーが使われてるこの一足ちょっと気になるんで、まあ、2月に発売されたおそらく狙ってると思うんですけど、
なんかあのグレーとか白とか黒のパンツとかでもね、全然合いそうですよね。感じがしますよね。そうなんですよ、ね。いろんな服装に合わせそうな感じといいますか。そうですよね。そうなんですよね。はい。はい、で、続いてなんですけども、エアージョーダン4のミリタリーブルーですね。はい。はい、こちらの方が、来年の、はい、5月の11日発売です。だいぶ先の話。そう。半年以上先の話なんですけども、ちょっと気になる配色というか、はい、ですよね。まあ、復刻なんですよね、これね。うん、1989年の OG のミリタリーブルーの復刻で、うん、俺、かかとの部分がナイキエアになるとさせてもらってたんですけど、うん、まあ、OG の復刻なんで。でね、ずっと持ってらっしゃる方の投稿なかったんですよ、2024年バージョン。そうですよね。はい。やっとね、こういった、まあ、1枚だけなんですけど、写真が出てきまして、これ2024年バージョンらしいんですよね。まあ、あの、ナイキエアっていうのが分かるようにしてくれてるということなんですね。はい、ただね、この持ってらっしゃる方なんですけど、これ以外に、うん、インスタグラムのストーリーズの方に写真上げてなかったんで、うん、今後、まあ、いろんな角度が撮ってる写真が出てくると思うんですけど、今日付けにできた写真はこれだけだったんですよね。そうなんですね。はい。来年の5月の11日に、まあ、復刻予定で以前がずっとやらせてもらってる、このエアジョーダン4のミリタリーブルーなんですけど、これおそらく人気名については今後も違ういろんな角度が撮ってる写真とか出てくると思うんで、はい、それやらせてもらいたいなと。ボックスもどうなってるかちょっと気になるなという感じなんですけど。そうですね。はい。はい。続いてなんですけども、はい、5月には、エアジョーダン1ハイオージョンチームレッドの話もあるんですね。こちらの方が5月の25日ということで、はい、まあ、5月といえばっていう感じなんですけど、うん、確か今年の9月ぐらいに紹介させてもらった、うん、モック画像で出てきてて、まだ実物の投稿がないエアジョーダン1ハイオージョンチームレッドなんですけど、うん、僕実はこれいいなと思ってるんですよね。もうこのまま出てくれたら、そうなんですかなと思いますけど、はい、あの、違うね、海外のスニーカー系サイトだったら、ちょっと違うブロッキングになってる、モック画像も出てきてるんですけど、うん、この感じだったら、まあシンプルなんですけど、僕が持ってるナイキダンクハイのウィメンズのチームレッドを、まあ、そのままね、エアジョーダン1ハイオージーに乗っけたような感じがあるんですけど、うん、いいなと思ったんで、で、これちょっと欲しいなと思ってるんで、紹介されてもらったんですけど、まだ実物のとこないんですよね。なるほど。はい。まあ、発売の方が5月で、今11月なんで、あと2、3ヶ月したらおそらくね、実物の投稿であったりとか、もしかしたら来月あたりに作りかけの、まあ、ブロッキングの方もちゃんとわかるね、写真とかが出てくるんじゃないかなとちょっと思ってるんですけど。来年の5月までっていうと、はい、エアージョーダン1で何が予定されてましたっけ？今僕がすぐパッて出てくる限りの話では、うん、エアージョーダン1ハイオージェンイエローウォーカーが1月なんですよ。あれも気になりますね。そうなんですよ。はい。で、2月が、エアジョーダン1ハイオージーの先ほど紹介されてもらったリバースファンガと、うん、あと85シリーズのメタリックバーガンディが出てますよね。そうですね。はい。で、メタリックバーガンディ以外に、OG のモデルでなかったカラーなんですけど、ウィーメンズで2月にエアジョーダン1ハイオージーのメタリックゴールドと出るんですよね。うん、あ、そうですよね。はい。まあ、他にも、今パッて出てきた分に関してはそれだけなんですけど、5月。今、よう出てきますね。そうなんですよね。はい。5月にかけては、はい、あの、他にもいろいろ発売されるんで。そうですね。今覚えてる限りでは、まあ、最近やったっていうのもあるんで、うん、覚えてるっていう話なんですけど。はい。はい、まあ、あと、エアジョーダン4といえばね、これもまたね、持ってらっしゃる方の投稿で、箱が写ってる写真になるんですけど、はあ、はい。まあ、来年の2月の17日ということで、マイケル・ジョーダンの61回の誕生日に発売される、このエアジョーダン4のブレッドなんですけど、うん、これめっちゃ欲しいんですよね。そうですね。はい。先ほど紹介させてもらったエアジョーダン4のミリタリーブルーと、まあ、今回のエアジョーダン4のブレッドのリーマジンドっていうのは、エアジョーダン4が来年35周年に当たるんで、うん、まあ、いろんなモデルが発売されるんじゃないかって言われているうちの、まあ、いくつかに当たるんですけど、これは。そうですね。はい。まあ、今のところ紹介されてもらったミリタリーブルーと、このブレッドのリーバージンのに関しては、まあ、ね、買えなかったニーユーズの方で、おそらく買ってるんじゃないかなって僕は思ってるんですけどね。欲しいですけどもね。そうなんですよね。はい。はい。で、続いてなんですけども、韓国のスニーカーズの情報になるんですけども、はい、そうなんですね、エアージョーダン11のグラチチュード、こちらの情報がアップデートされてるんですか？あ、そうなんです。本日の本題なんですけど、はあ、はい、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、韓国のスニーカーズ見てると、本日から毎日なんですけど、うん、韓国のスニーカーズの方で、ゲームに参加して、なんかクイズがあるみたいなんですけど、はい、このエアジョーダン11のグラティチュードを、そのね、ゲームに参加することによって、うん、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、12月の1日に早期アクセスでこれが買えるっていうね、イベントが行われるんですよね。これゲームに参加して、なんか、あの、アイスパーなんか買ったりとか、なんか。あ、そこまでは書いてなかったですね。はい。一応クイズになんか答えるっていうには書いてたんですけど、うん、参加されてる方の中から、これ12月1日、これ時間も、ね、設定されているんですけど、この時間以内に買える権利があって、このエアジョーダン11を、うん、はい、でしかもね、400
400個限定だったと思うんですけど、まあ、400人って書いてますね。そうなんですよ ね、 はい、ね、これね、付属でカードケースのような、まあ、財布にも見えるんですけど、これいいっすね。そうなんですよ、これがね付いてるらしいんですよ。なんかキーケースみたいなと、はい、あ、そうなんですよ、まあ、小銭入れみたいなやつがバスケースみたいな感じ、ね、これが付いてるらしくて、これが12月1日にその早期アクセスで買える方に、うん、まあ、漏れなくもらえるらしいんですけど、これ毎日参加せんとダメなんですか？毎日じゃなくてもいいと思うんですけど、一応毎日怒られるらしいんですよ、ね、そうなんですね、期間の方がここに出てると思うんですけど、で、まあ、それに参加した人の中から400人限定と、そうなんですよね、いうことなんですね、はい、でこれあれなんですかね、まあ、韓国でまあ今こういうね情報出てきてますけども、はい、あ、そうなんですよね、うん、はい、日本のスニーカーズちょっと見てまいりたいんですけど、うん、日本のスニーカーズの方が本日トップにエアジョーダンイレブンのこのグラティチュードの写真が来てまして、はい、でそれ以外に追加で、まあ、プロモーションのようなね部位も追加で出てきてるんですよ、ね、なるほど、はい、でこれ以前からさせてもらってるんですけど、US のスニーカーズの方でめちゃくちゃ前にこれゲリラ発売されてるんですよね。あ、そうでしたね。そうなんですよ、はい、でその際のストック数っていうのはこれ62万足あったんですよ。62万足をまあ、ゲリラ発売、ゲリラ発売したと。そうなんですよ、ね、それはもうゲリラっていうかもうなんか普通に売ってる感じですけど ね、 もうね実際にその時に買われてらっしゃる方でもうあの手に取って投稿されてるインスタグラムを確認しているんで、海外の方にあるんですけど、これもう62万足も売ったらね、なんか欲しい人ほぼできてるんじゃないかなって気もするんですけどね。はい。で、まあ、もともと言ってるんですけど、これ数が多いんじゃないかっていう話なんで、うん、で、まあ話を日本のスニーカーの方に戻すと、はい、韓国のスニーカーズの方で本日からそういったゲームが始まってて、うん、早期アクセスで12月の9日の発売前に、12月の1日に発売があるということなんで、うん、これおそらく日本のスニーカーズの方もこういった風にトップに今回持ってきてるんで、うん、何か来週あたりにゲリラ発売とかあるんじゃないかなと思って紹介させてもらったって話なんです。ゲリラ発売あったら嬉しいですね、はい、もしくは、限定アクセスで結構前倒しで来週あたりに来るんじゃないかなと思ってるんですけどね。そうですね、まあ、ちなみにこれは12月の9日に33,500円だったと思うんで、550円ですかね、で発売来てるんですよね。結構なお値段いっちゃいます ね、 すねやっぱりね、はい、まあ去年値段上がる前でいうと8,000円ぐらい上がってるんですかね。ですかね。そうね、まああれですね、あのなんかもう最初からプレーネみたいな。あ、そうなんです、僕それ思いました、なっちゃいましたね。そうなんですね、これ余るんかなっていうちょっと思ったって話なんですけど、どうなんですかね。どうなんですかね、まあただまあイレブンなんで人気はあると思う、はい、まあ、そうです、毎年なんだかんだで、はい、なんかはけてるのははけてるじゃないですか、はい、イレブンね。そうなんで、まあ、これ一応コンゴールドベースなんでね。そうですね、はい、でまあ、これについてお話させてもらうと、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、うん、2006年に発売されたエアジョーダンイレブンの DMP パックっていうものがありまして、まあ、DMP パックなんですけど、うん、エアジョーダンイレブンとエアジョーダン6がセットになって発売されたんですよね、うん、はい、それ発売された金額っていうのが大体、280ドルぐらいで発売されたんですけど、うん、今回発売されるこのエアジョーダンイレブンのグラティチュードっていうのは、うん、その2006年に発売された DM パックの、まあ、DMP にすごく似てるんですよね。似てますね、はい、もともとこれの復刻じゃないかって言われたんですけど、一部ちょっとねあの微調整が加えられているものになってて、うん、でちょっとこれ見てもらうと、まず、シューターの裏の部分見てもらいたいんですけど、はあ、DMP にはこういった風に、サンキューって書いてる文字とかが入ってないんですよね。ほう、はい、でそれ以外にこの DMP と今回のグラティチュードの違いでいうと、アイレットのあたりのメッシュの部分がこれ今回タンブルレザーになってるんですよ、ね、そうなんですよ、そうなんですよ、それがまだちょっとかっこいいんですけどね。あ、そうなんですよ、うん、はい、でボックスの中に書かれている包み紙に、世界中の言葉でありがとうっていうね、包み紙に包まれたりとかしてて、まあ、ちょっと違うんですよね、うん、あの仕様の方もね。そうですね、はい、で今回のこのエアジョーダンイレブンのグラティチュードに関してはソウルレトリバーっていう海外のスニーカー系サイトが言ってることなんですけど、うん、オリジナルのエアジョーダンイレブンのコンコルドにすごく形を近づけてるっていう感じなんですよ。ああ、そうなんですか、はい、これブラックのパテントの部分が、うん、OG のねイレブンにすごく近いものにしてるっていう風に一応書いてあったんですよ。じゃあ今までともちょっと、まあ、過去に発売されてるイレブン毎年出てるやつともちょっと形も変わってきてるかもしれない、はい、あのブラックのパテントの部分の、うん、あの面積形が微妙にその、95年の OG に似ているものにしているという感じなんですよ。まあまたちょっとね、もし手に入れることができたら、はい、あの過去に僕らが持っているイレブンで探してみても面白いかもしれない。はい、フィアレスが2018年のコンコールドを持ってるんで、うん、まあ、それでちょっと比較するのも面白いかなと思うんですけど、面白いかもしれないですね。
はい、でそんなね、ゲリラ発売があった US のスニーカーズの方なんですけど、うん、日本のスニーカーズの方では載ってなくてちょっと見てもらいたいんですけど、今回バスケットボールも発売するんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですね。しかもアティチュード仕様になっているようなバスケットボール。バスケットボールいいっすね。なんかかっこいいっすね。はい、でね、そんなね US のスニーカーズなんですけど、12月の9日にリリースされるストック数なのか、それともまた前倒しで発売あるそのストック数に当たるかどっちかわかんないんですけど、うん、今のところ40万足以上用意されてるって出てるんですよ、ね。あ、そうなんですか。今ちょっとね、その内訳みたいなの出てると思うんですけど。え、これは国で言うとどこですか。アメリカの、スニーカーになるんですか。ゲリラになるのか、次の9日の発売の一般リリースのストックなのか、ちょっと書いてなかったんですけど、はあ、40万足以上あるっていうふうに出てきました。これ足したら、ね、600万足超えてますよね。これあれですかね、ひょっとしたらゲリラで履けきれなかった分も含まれてるのかもしれないですよね。気がしますね。おそらくなんですけど。おそらくそうです、ね。はい。それでもね、かなり数が多いですよね。うん、そうなんですね。100万足は以上あったって言われていた、はい、あのクールグレーなんですけども、ね、はい、2年前ですかね、発売されたのね。そうですね。はい、あれも、実際に、発売前にゲリラの販売が、ありましたよね。ありましたし、しかも結構、はい、その発売の結構前にあったんですよね。そうなんですよ。前倒しでは。発売された後にも、もう何度となくリストック来てたと。ありましたね。だまあでも最終的にはもう履けてなくなってるみたいな感じもしますからね。そうなんですよね。うん、はい、まあ、クールグレー男子は、その後に発売されたチェリーの後にも、なぜかリストック来てました、ね。あ、ありましたね、そんな話、ね。そうなんです、ね。1年経ってリストック来てたような気がしますね。はい、今回のグラティチュード、うん、まあ、日本の定価もね、3万3000台なんで、うん、まあ、ちょっと高いよなっていうのもあるんですけど。まあ、ストック数が多くて、値段も高いと。はい。はい、あとは、まあ、どんだけね、人気が、それをね、飲み込めるかっていうところですね。まあ、はい、日本に入ってくる数の、ね、そういうのも寄っちゃいますけどね。寄っちゃいますよね。はい、うん。まあ、アトモスさんの方であったりとか、これ発売ね、一応、スケジュールに載ってたんで、うん、おそらく他の氷のね、日本の方でも発売出てくると思うんで、うん、まあ、結構な数じゃないかなと思うんですけど、うん、はい。まあ、この間のエアジョーダン1汎用ジーンのロイエルのリーマジンのように、一、うん、回発売された後にすぐにリストックが来て、今回ってる状態なんですけど、うん、これ、ね、グラティチュードそういう風になってしまうのか、ちょっと気になるなっていう感じなんですけど、ね。僕はこのキーホルダーといいますか、はい。キーホルダーとパスケースみたいなやつ、はい、そっちのやつ欲しいですけどね。あ、これはまあね、一般発売にはつかないと思うんで、うん、そうなんですよね。まあ僕ら的にはね、3万3000台になったとはいえ、エアジョーダン11のグラティチュード欲しいなと思ってるんで、まあ、普通に定価でね、スニーカーズの方で、まあ、買えたら一番いいんですけどね。ちょっと面白いのが、はい、まあ2006年にね、はい、今が17年前に発売されたうちの、ね、エアジョーダン6と11の DMP パックのお値段が、はい、295ドルとそうなんですよいうことにもかかわらず、はい、今回発売されるエアジョーダン11の、はい、まあ、DMP、まあ一足でお値段の方が、はい、230ドルということで、65ドルも上がって、まあ、6ドル上がってるというか、はい、6ついてないのにっていうことですよね。まあまあね、為替だったりとかね、はい、物価とかのね、まあ、ありますからね。まあね、17年経ってるんで、そうですよね。はい、まあ、世の中の事情であったりとか、あると思うんですけど。はい、まあ、ちなみにさっきフィアレスが、DMP って言ったんですけど、うん、今年のバージョンはね、グラッチュードなんですよね。ああ、そっか、DMP ってわけじゃないですね。あ、そうなんですよ。はい、まあ、ほぼほぼ DMP の復刻でいいと思うんですけど、うん、はい、僕ね、はい、毎年年末になったらこの11は買うようにしてて、あ、そうですよね、唯一、あれだけ買わなかった、チェリーのね、チェリーだけ買わなかったんですよね、はい、はい、なので、まあ、ここ、まあ、5年のうちぐらいですかね。そうですね、うん、はい、まあ、18年のコンコルドから12月になるとフィアレスエアジョーダン11買ってるんですけど、そうなんですよね、はい、なんとなくですけど、まあ、一発で買えてるんです。スニーカーズで買えてるケースもあれば、実は他の抽選で買えたケースもあるんですよ、はい、スニーカーで買えなかったケースもあるんですか、はい、なんで20通の方でエアジョーダン11を買うってことはなかったんですよね。そうなんですよね、まあ、今まで運よくね変えてきてるんで、まあ、今回も、まあ、無事変えたらいいなとは思ってはいるんですけどね、はい、そうなんですよね。でね、僕なんですけど、うん、今回なぜこれ欲しいかと言いますと、うん、この2006年に発売された DM パックに含まれてたこのエアジョーダン6の DMP を、うん、まあ2020年に復刻した時にですね、うん、僕フィアレスから誕生日プレゼントもらってるんですよ。ああ、この動画です。あ、そうなんですよね。はい、で今回のこの、まあ、グラティチュードっていうのは、まあ、一応 DMP の復刻と、まあ、言っていいと思うんで、うん、
まあ、揃えたいなっていう感じじゃないですけど。なるほどね。はい。あと僕、95年にね、エアジョーダンイレブンの、コンゴルト持ってたんで。履いてましたね。はい。まあ、それ以来なんですよね、もし買うとしたら。最後の方は、エナメルがパッキーパッキーなってましたよね。めっちゃ履いてたんで。そうなんです。最後の方サッカーしてました。やってましたね。そうなんですよね。はい。最後、ほんまに、ね、履き潰したんで、うん、そうなんですよ。ちなみに皆さんね、今回このイレブンのグラチチュードなんですけども、狙っているのかどうか、ちょっとコメント欄に、ね、書いていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、ちょっと値段の方がね、気がかりになると思うんですけど。そうなんですよね。はい。はい、まあ、みんなね、無事に買えたらいいな、そうなんですよ。ということで、まあ、はい、僕らもね、抽選の方だったりとか、はい、参加しますので、また事前にね、はい、日本でもこういったイベントがあるのかどうか。あるんですかね、どうなんですか、ね、僕この、パスケース欲しいですけど、ね。ああ、そうですね。またこの辺りのね、情報出てきましたら、こちらで紹介できたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、はい、それでは本日は以上となります。フェアレスでした。はい、よろしくお願いします。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.